空と君との間にはピピケです。よろしくお願いいたします。ということで今回は初心者の方、もしくは俺って車に興味がねえけど車が欲しいという方におすすめする TPK、 あなたに乗ってほしい車5000について紹介していきます。よろしくお願いいたします。ということで今回私は皆さんに車をプレゼンしたいと思います。といってもですね、私 TPK は学生時代にそこまで車に興味がなかったわけですよ。もうタイヤが4つついてたらそれでええわみたいな感じで、当時ですね、93年の私が大学時代ですね、もうその時の当時の学生のトレンドといえばですね、大学のサークル上がりでファミレス行く時に調子こいて車に乗ってファミレス横付けする、そして女性たちがキャーキャーするその姿を、なんだろう、大学1回生の時私見てたみたいなね、そんな感じ、もうそんな時代だったんですよ。で車に興味のなかった私は、あ、そうか、車に乗っていくっていうのが大学生のなんだろうトレードなんだなって思って、必死で中古雑誌をですね探してですね、中古雑誌を探したわけじゃない、中古雑誌で車を探してですね、で結果的にですね、軽トラで行ったんですね、で、みんなからドン引きされたというね、最初そんな感じだったんですけど、まあいろいろですね、まあ、車がだんだん好きになってきまして、である程度は知っているつもりなんですけれども、まあ、その中でですね、まあ、雑誌でもなく、Google でもなく、私 TPK が独自性を持って、車に興味のない方、もしくは初心者の方にお伝えしたいと思います。で時折質問されるのが、生徒さんからもねたまに言われるのが、免許を取った時に最初どんな車買ったらいいんですか、新車買ったらいいんですか、ちっちゃい車買ったらいいんですか、どうなんですかみたいなことを聞かれるんで、あくまで私の持論なんですけど、私が買ったのはですね、20万円ぐらいの最初はちょっとボロい車買ったんですね。結論はぶつけてもいいようにです。ぶつけてもええわと思って運転なんかしてませんよ。ぶつけないようには運転はしてるんですけど、やっぱり努力はしててもついですね、壁にこすったり、ミラーを電柱にぶつけちゃったりするじゃないですか、まあ、そういったぶつけないようには頑張ってるんだけど、その結果ぶつけてしまってもいいように保険をかけて、まあちょっと傷のついている車を買ってですね、まあ、ある程度自信がついてきた頃に、新車を買った、そんな経緯がありますね。なので、初心者時代運転に自信のない、もしくは興味のない方はですね、まあちょっとですね、まあ、中古なんかを探していただいて、こういう車がいいんじゃないかなというのをですね、私なりに紹介していきたいと思います。ただ私もですね、真のなんだろう車好きマニアではないので、やっぱり車好きの方にはかなわないので、まあ、そもそも車好きな方はですね、今回の私の動画をあまり見ていただかないのかもしれませんが、車に興味があるからこそ TPK お前どんな車を紹介するだと興味を持っていただける方もいらっしゃるかと思いますので、まあ、そういった方はですね、またコメント欄にですね、いやいやいや TPK 俺だったらこんな車を勧めるぞと、そういうコメントをいただければ私 TPK もまた勉強になりますので、皆さんのさまざまなコメントをですね今回はお待ちしております。俺ならこの車5000を選ぶみたいな感じでね、コメントしていただければ結構かと思います。で今回私が紹介するのはですね、とりあえずいい車で、かっこよくて便利ででも安いみたいなね、そんなわがままなあなたにお送りするトップ5、それでは早速いきましょう。では最初に皆さんに注意書きとしてお伝えしておきます。スペーシアカスタムだとかスペーシアギア、あれめちゃくちゃいい車でめっちゃ人気ありますよね。正直ぶっちゃけ私もね、一番欲しい今軽自動車なんですよ。スペーシア、もしくはスペーシアギア、もしくはダイハツさんのタントとかですね、この辺りも欲しいですね。なのでそれを言っちゃうと、いや TPK お前それ当たり前すぎやろと思われるので、そういった車はねちょっと外させていただきます。そんなこと言っちゃうと、じゃあ今日紹介する車はお前当たり前じゃないのかというディーラーさんからのお叱りを受けるかと思いますけど、あ、もう難しいですね。まあ、とりあえず結局のところ結論を言うと、私が好きな車を紹介するみたいな感じになっちゃいます。そこで、ご了承いただきたいと思います。 TPK はこういう車が好きなんだなというね、まあ、話半分に聞いていただければ、それでいいんじゃないかなと思います。はい、ちなみに私の TPK の車の所有歴を紹介しますと、最初にですね、日産のパルサーエクサ、この車を買いました。見てください、このブレーキランプ最高にかっこいいですよね。でその次に買ったのがですね、スバルのサンバーディアスクラシック、見てくださいこのフォルム。ちなみに私のサンバーディアスクラシックはハンドルを木製に変えまして、デッキをケンウッドにしまして、スピーカーも天井につきまして、かなりスペシャルな感じになってます。ボタン一つで四駆にもなりますし、マニュアル車で運転をしてました。ペダルももちろんアルミに変えてます。それぐらい力を入れて、新車を購入したんですが1年で売ってしまいました。なぜかというと普通車が欲しいなとなったからです。そして
普通車を買うときにですね、たまたま立ち寄ったディーラーにですね、うまく口説かれてしまいまして、気がついたら150万円の契約をしてました。それで買ったのがですね、マツダのスポーツワゴンです。 S ワゴン、ショートワゴンですね。マツダのショートワゴン、マツダショートワゴンのマツダスピードエアロバージョン、マフラーはエグゼ、ハンドルはナルディ、翼はリアウィングがついているウィンってやつですね、それを買ってですね、3年後に売りました。3年後に売った理由はですね、転職して給料が上がるんじゃないかと予想しまして、スカイラインを買いました。日産スカイラインの R34 です。R34 の GT4、 4駆です。4駆のフォードはいかついです。翼がウィン、ハンドル普通だったかな。でデッキはですね、アルパインにしまして、ホイールはですね、 R32 のホイール、この R34 のボディに R32 見てください、超かっこいいですよね。いかついです。はっきり言って周りの車は全然私には近づいてきませんでした。しかし、弱点がありましてね、日常点検をしようと思ってボンネットを開けました。このボンネットがめっちゃ重たい、もう片手ではね、もうなかなか上がらない。そら燃費悪いわということで、排浴でリッター 6.8 いかないぐらいですね。もうガソリン垂れ流しで走りました。もっとガソリン垂れ流しな車もあるわけなんですけれども、やはりですね、もう当時も28歳ぐらいだったかなと思いますけどね、まあそろそろなんでしょう、私もね、身を固めようかなみたいな時期になってきましたので、その車ではですね、やっぱりまずいですよね、家計的にまずいなということで、車を買い替えました。次に買い替えたのがホンダのモビリオスパイクです。これはですね、もう無難にまとまっていいですね。まとまっていい感じでかっこいい、非常に燃費も良くてですね、非常にこれ良かったですね。で、まあ、その後ですね、ちょっと大きい車が欲しいなとなりまして、日産のセレナ、これもですね、非常にいい車です。乗りやすい車ですね。最初私はですね、ホンダのステップワゴンを買いに行ったんですよ。奥さんと2人で買いに行きまして、ホンダのステップワゴンえんやでと私の奥さんにプレゼンをしようかななんて思ってたんですけど、試乗車 のステップワゴンがですね、3列シートの3列目が壊れてたんですね。で別にたまたまなんですけど、将来自分の車もこうなっちゃうんじゃないかと思って、夫婦揃ってちょっと購買意欲が薄れてしまいまして、でトヨタのボクシーかセレナか迷いまして、で結果的にセレナの方はですね、めちゃくちゃ運転がしやすかったんですね。もう横のドアのなんていうか3っていうんですかね、あれがすごく低くてですね、非常にこう取り回しがしやすい感覚、そして周りも見やすい、死角が少ないということで、まあ、私だけじゃなくて家族が運転するということを考えると、やっぱり運転のしやすさっていうのがね、非常にいいんじゃないかなと思って、私個人的にはボクシーが欲しかったんですけれども、ボクシーのジーズですよ、ボタンが赤くって非常にかっこよかったんですね。でハンドル周りもかっこよくって、インパネ周りも黒くってですね、赤のステッチが入ってて、これは最高にかっこいいわって思ったんですけど、2列目のシールドが分裂されたんですね。でこれがですね、どうも家族会議をした結果、ちょっと使い勝手悪いんじゃないかと、私は非常に好きだったんですけど、家族会議の結果セレナになりまして、まあ、セレナも非常にいい車ですのでね、私は個人的には満足してます。そんな敬意のある私がお送りする5選いきたいと思います。それでは第5位、第5位はこれ迷ったんですよ。スズキのハスラーって言おうかなと思ったんですけれども、ここはあえてね、そこ行くかと思われるかもしれませんが、これを言わせてください。ちょっと5位でね、いきなりこれ言っちゃいますけどね、ダイハツのタフト。タフトなんですよ皆さん。これちょっとね、いきなり新しい車、お前中古車で古めのやつがいいじゃねえのって言ってたやんかと言われるかもしれませんが、もうちょっといきなり新しい車で本当に申し訳ないです。これはですね、もうダイハツさんに行って座ってみたら分かります。もう包まれていく感覚、ハンドルを握った時の、何俺が車に乗ってるのにタフトが俺を包んでるんじゃねみたいな、あの感覚になります。この直線口調、今時ではないですよね。今時の車ってね、まあ昔ほどじゃないんですけれども、何でしょうかね、もうヨーロピアンテイストなこのカーブを描くシルエットの車が流行りつつある、まあ10年代ほどじゃないんですけどね、20年代になってきてちょっとこうカクカクこういう車もだいぶ増えてきましたけれども、その中でこのタフトはもう革新的と言えるでしょ。見てください、このインパネ周り、もう直線ばっかりじゃねみたいな感じですよね。で助手席の方も座った時にですね、心地いい広さなんですよ。そこまで広くないんですけど、なんかこう体にフィットするような広さ、心地いい
心地いい狭さって言ったらいいんでしょうかね。まあ一度皆さんもね、座ってハンドルを握ってみてください。あの今時のですね、スペーシアカスタムほど背が高いわけじゃないんですけれども、この背の低さ、フロントガラスもそこまで大きいわけじゃないので、そのハイトな車に比べるとやはりどうしても見える部分っていうのは狭くなってしまいます。しかしその車体の低さっていうのはやっぱりですね、ハンドルを切った時のこのビビットの感じ伝わります。ビビットの感じが来るんですよ、手元に来るので、非常に運転自体はしやすいいい車だと思いますので、ぜひ一度タフトに乗って、その上で、他の車とも見比べてもらったらいいんじゃないでしょうか。初心者の方、車に興味のない方におすすめしたい車トップ5、第4位はですね、スズキのエブリワゴン、ブラックでお願いします。ホワイトじゃありません、ブラックです。なぜブラックかというと、理由は簡単、白にするとお仕事に行くような雰囲気になるからです。これはですね、何でしょう、車に乗ってもそこまで何でしょう、テンションが上がるような感じはごめんなさいしません。インテリアが特別かっこいいわけでもないし、車が特別見た目かっこいいわけでもない。ただ室内空間が広い、荷物もたくさん詰める、黒にするとそれだけで雰囲気がかっこいい、そして運転がしやすい、車に興味のない方であれば平均的に満足していただける車なんじゃないでしょうか。しかもですね、このスズキのエブリワゴンというのはですね、私が以前にスバルのサンバディアスクラシックを買った時にもですね、まあ、同じあのハイトな軽自動車ということで、まあ、あのワンボックスカーですよね、軽ので、当時もスズキのエブリ、そしてダイハツのアトレ、そしてスバルのサンバディアスクラシック、この三大巨頭と言われてましたね。で、軽自動車の企画があれ何年でしたかね、変わりまして、そこからですね、スバルのサンバディアスは前輪があのちょっと後ろめに来たんですよね。なんでか理由が私よくわからないんですけど、まあ、ホイールベースが短くなった分、まあ、走りやすくはなったのかな、小回りは効くのかなと思いますけど、軽自動車ってそもそもホイールベース自体が気持ち短いですから、もう単純に今のそのままでも、ね、小回り効きますので、さらに小回りを効かせる必要が私はないんじゃないかなと思って、見た目的にちょっとあまりかっこよくないような雰囲気になって、そこから私はですね、まあ、K のワンボックス好きだったんですけど、スバルのサンバーディアスはちょっと私の候補からはちょっとね、個人的に外させてもらいました。ただもちろんあのサンバーディアスクラシックのオーナーではありましたのでね。でそこからですね、まあ、スズキのエブリとダイハツのアトレ、この2つの行く末はずっと生活している間も見ているんですけど、まあ、ダイハツの後でも悪くはないんですけど、やはりね、このスズキのエブリィのいいところは新しい年代になると結構高いので、そうですね、2015年モデルくらいがいいのかなと思います。そうすると100万前後で購入することができます。で、何よりもこの直線的なシルエット、そして見てください、このブレーキランプ、この低いところにでありますけど横に連なっているブレーキランプのこの存在感、最高ですよね。そしてちょっと格好をつけたいなっていう方はタイヤだけでもね、交換することをお勧めします。まあ、BBS とは言わないですけど、まあ、BBS 調のですね、まあ、タイヤをはめていただくだけでも非常にかっこよくなるんじゃないかなと思います。扁平率は50くらいにしていただけるといいんじゃないかなと。結構扁平率をね、45とか40とかにされる方もいらっしゃるんですけど、そうするとちょっとね、やらしい感じもしちゃうので、まあ、扁平率薄くするっていうのはまあせいぜい50くらいがいいのかなと、私 TPK の主観でお伝えしております。スズキのエブリン、非常にいい車です。初心者の方、車に興味のない方へおすすめの車、第3位はですね、いやお前それ言ったらないのって思われてしまうかもしれませんが、もうすいません、もう本当にごめんなさい、申し訳ありません。第3位はワゴン R スティングレイ、もうこれで行かせてください。もうこれ言っちゃうとね、いやお前ワゴン R なんか誰でも言えるわって言われるかもしれませんけど、私のワゴン R の歴史を舐めてもらっては困ります。私はですね、97年に初めてワゴン R に乗りました。当時ね、出たばっかりだったんじゃないかなと思いますけど、まあ、ちょうど K の規格が変わる前だったんですけど、当時の軽自動車としてはですね、もう画期的な室内空間を、ね、出したわけですよ。で、バカ売れしたわけですよね。で、まあ、会社の友人がワゴン R 乗ってたので、まあ、その助手席乗せてもらって、あ、そう、すごいいい車だなと。これ何年経ってもいい車なんですけど、他にもね、いい車がどんどん出ちゃったわけなので、ワゴン R の存在感っていうのが若干まあ薄れてきたわけなんですよ。で、私も普段はですね、まあ、軽自動車のスズキのとある車に乗ってるんですけれども、何気にエンジンオイルを交換してもらった時にですね、まあ、車が並んでましたので、ワゴン R スティングレイに乗ったんですね。衝撃が走りました。
まずはですね、ちなみに年代なんですけど2016年以降のモデルも非常にいいんですけれども、どうもねインパネ周りとか室内空間がですね私の個人的な趣味には合わないので、個人的には2017年以降がいいのかなと思います。ちょっと費用が上がってしまいますけども、それでも100万円前後で購入することができますので、ワゴン R スティングレイ2017年以降をおすすめします。見てください、このインパネ周り、この直線めっちゃ広いです。助手席座ってみてください。これ軽自動車なのって思うぐらいに広いです。このインパネ、その周りのこのバックの横線見てください。滑らかですよね。直線なのに滑らか。もうこのね滑らかな直線にね、私もう吸い込まれるような感じでしたね。もう俺がワゴン R に乗ってるのに何ワゴン R に俺を包んでるのっていう、これどっかで聞いたことのあるフレーズですね。そしてハンドルを握ってみてください。私も握りましたよ。ハンドル握った時に私の血液が叫びました。クツ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 と、もう握ったぎってくる、伝わります。もうね体中がカッカカカしましたね。俺ワゴン R 知ってるつもりだったけど実は何も知らなかった、申し訳ないと。ワゴン R ってどうせええ車なんでしょって思ってましたけど、想像を超えるいい車なんですよ。うん、これはもう間違いないですね。2017年以降のワゴン R スティングレイ、個人的にはですねブラックがいいのかなと思いますが、ホワイトもいいかなと思います。ただブラックだったらどこかにですね、あそうだ、インパネ周りがね赤のステッチ、ハンドルの時間も赤のステッチ、黒に赤ステッチ、これ最強です。 TPK リノ赤のね、ステッチ、これ最強なんですよ。例えばですね最近のボクシーなんかは 黒にですね、シルバーステッチで、黒のシルバーステッチもいいんですよ。その前のボクシーはね黒に赤ステッチ、これ最強の組み合わせだったんですけど、あーシルバーステッチだったかって思って、黒に白のステッチもいいんですけどもね、ちょっとなんでしょうね、気持ち安っぽく見えちゃうんですよね。黒にシルバーステッチもちょっと高級感が上がってくるんですけど、黒に赤ステッチ、これ最強です。これね知っておいてください、黒に赤ですよ。なんで最強かって、タイガーウズカラーだからです。これも最強間違いないですよね。これ赤に黒ステッチになっちゃったら石川遼選手になります。まあ、それはそれで全然 OK なんですけれども、やはり黒の中にちょこ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 赤ステッチが入ってる、これがもう見るもの全ての血液をふつふつとさせるわけですよね。伝わってますか？はい、ということで予想以上に分かってるつもりだけど分かってなかった、ごめんなさいということで、ワゴン R スティングレイを第3位にさせていただきました。このハンドルを握った時のこのラインもね非常に最高のラインしてますからね、ぜひ皆さんにハンドルを握っていただいて確かめてほしいなと思います。それでは初心者の方、車に興味のない方に TPK がおすすめする車第2位はダイハツテリオスキッド。いやーこれです、もうぶっちゃけて本音を言います。私今ねもう1位に争うぐらいこのテリオスキッドが欲しい。じゃあ1位にせよっていう話なんですけれども、まあ、今回は2位にさせていただきました。テリオスキッドで結構古い車ではあるんですよ。ちなみにカスタム X でお願いします。カスタム X ね、まあ、2008年から2011年モデルぐらいでいいんじゃないかなと思うんですけれども、価格としましてはまあ50万前後、まあ、場合によっては100万ぐらいするかもしれませんけれども、まあ、なんせ10年ちょっと経っている車ですので、まあ、購入して、まあ、十分持つとは思うんですけれどもね、まあ、2年3年ぐらいしたら買い替えようかなぐらいの気持ちで買っていただけるには、まあ、40、50万出してテリオスキッドも悪くはないのかなという気がせんでもないです。まあ、正直2、3年に限らずでもっとやっぱり乗れはしますけれどもね、まあ、この年代の車っていうのは。でテリオスキッド何がいいかっていうとですね、まあ、見た目なんですけどね、私はもう結局私見た目なんですよ。まあ、性能自体はどれもいいですから、まあ、ただですね、まあ、ここまで軽自動車が続いてはいるんですけども、やはりまあ運転のしやすさ、その中で室内空間であったり見た目であったり性能、そういったものを考えると、まあ、運転に自信のない頃であるとか、ね、車に興味がない方はとりあえず軽自動車で、様子を見ていただくっていうのがいいのかなと思います。でその中でテリオスキッドっていうのはですね、まあ、スペアタイヤも後ろについてて、この見てください、このブレーキランプ周り、ここなんですよ。私一番のお気に入りはこのブレーキランプ周りなんですよね。この形非常に好き。一時のステップワゴンもこれでしたね。私が車をステップワゴン買おうと思った時もこのタイプのブレーキランプでしたね。でこのブレーキランプとスペアタイヤ周りですよね、このコントラストが非常にいい。
で実際運転席に座ってハンドルを握った時の感じはですね、まあ、そんなに室内空間が広いものではありません。どちらかというと、まあ、四駆ですので、まあ、悪路でも通れるよっていうね、まあ、そういうコンセプトに作ってますので、まあ、街乗りというよりはどちらかというとアクティブな感じですよね、まあ、しかししっかりと街乗りもできますので非常にいい車かなと思います。で、まあ、飽きることもあまりないのかなと私は思ってまして、飽きを越させないデザイン、非常にですね、年式としては古いんですけれども考え抜かれた車かなと思いまして、私個人的にも非常に好きな車なのでテリオスキッド第2位にさせていただきました。それでは皆さんお待たせしました、第1位はトヨタのビッツ、ジーズでお願いします。ジーズなんですよ。ジーズがついていなければ別に私はそんなに興味が湧いてません。ごめんなさい。ビッツの RS ジーズでお願いいたします。これ何がいいかっていうとですね、まあちょっとここまでの流れと違って軽自動車じゃなくて普通車になりましたよね。私基本的にコンパクトな普通車ってどうなのかなとは思っていたんですけれども、やはり非常にですねコンパクトな割に、まあ、それなりにですね普通車のエンジン積んでますから、やっぱりこうキビキビと走りますから非常に運転しやすいんですよね。そしてこのやっぱりね、こればっかり言ってますけどね、運転席座った時のこのパネル周り、ハンドル周り、シフトレバー周り見てください。黒に赤ステッチですよ皆さん。これも最高ですよね。もう体中の血液がふつふつと煮えてたって、もうね、心の中はもうハイドロプレーニング現象ですよ。もう水膜現象、ね、なんかおかしい、違うこと、水膜現象また違う、もう気泡が発生しまくってますよね。もう俺の気泡がふつふつと、もう助けてくれっていうぐらいにもうハンドルから伝わってきますよね。伝わりますということで、ね、今回はビッツのジーズです。もうエンジンかけるときにですね、この指のね先端からボタンを押すときに、このジーズのこのね文字に触れた瞬間にもビリッときますよね。そしてエンジンをかける、そしてギアを入れてサイドブレーキを下ろす、さあ発進するぞと、もうタイヤから伝わってくる、タイヤの振動がハンドルに伝わってくる、このビビッと感最高ですよね。いや中にはですね、やっぱりこのビッツのジーズはね、フロント周りがねかっこ悪い、しょぼいとかねおっしゃる方もいらっしゃるんですよ。これはもちろん10人トイレであって、私が今回紹介した5000もですね、正直言うと私がおすすめしてるだけで、なんでランク付けしてるかって、別に好きか嫌いかなんですね、結局 TPK の、まあ、なのでもちろん他の方がでお伝えすると順位も全然変わってくるだろうし、そもそも車自体も変わってくると思いますので、まあ、何度も言っているかもしれませんが、まあ、TPK の好みを紹介してと思っておいてもらったら結構かなと思います。しかしこのビッツのジーズですね、まあ、乗っていただいて、まあ、間違いないかなと。やっぱりね、トヨタさんが作ってるコンパクトか、そして、まあ、走りも非常にいいですから、やはり信頼ができる車であることは間違いがありませんね。そして見てください、この横からのシルエット、かっこいいですよね。可愛いだけじゃなくてかっこいい、これ贅沢すぎません？可愛い車も欲しい、かっこいい車も欲しい、だったらビーズのジーズでしょと。ビーズのジーズってなんだと、ビッツのジーズでしょということなんですよね。もう興奮して私も何言ってるか全然わからないんですけれども、このねビッツのジーズね、まあ、なんせね車の長さも4メートル弱、そしてホイールベースが、2510ミリですか、うん、運転しやすいと思います。もうね本当に何だろうな、これは一度皆さんもねハンドルを握って実際に走ってみていただきたいかなと思います。ということで私 TPK が紹介してきましたおすすめの車5000、正直ですね持ってはいないんですけど、私もねおすすめしている割にはお前買ってないのかっていう感じもしないでもないですけれどもね、でも実際問題ね、まあ、いろんな何でしょう、日常生活の関係上ですね、買えないのも事実なんですけれども、まあ本当にね次車買う時何にしようかなって考えた時に、まあ今日のランクには入ってませんでしたけれども、スズキのですねスペーシアカスタム、これ一番欲しいなと思ったりもするんですけども、そこにですね割って入ってくるのがビッツのジーズなのかなという気がします。で今回紹介した中でですね、皆さんのやっぱりご意見、コメントなどいただきたいので、ぜひですね、コメント欄に記入、俺だったらこの5つを紹介するぞとか、また評価をねお願いしたいなと思います。で私この仕事をしてて言うのもなんですけど、今回はですね、おすすめの車5000、あくまで車の運転の苦手な方とか車に興味のない方という縛りで紹介させていただきました。ですのでこういった結果になりましたけれども、またですね別の動画で
TPK がもし宝くじに当たってもこの車を買う5選、これを紹介する予定をしていますので、こちらもお楽しみにしていただきたいと思います。ポイントは宝くじが当たってもです。当たったらじゃないですからね。つまりお金がたくさんあったらこの車買うだろうじゃなくて、こんなにお金があってもこれを買うのみたいな、そういう意味の5000ですからね。これはね、私自信を持っておすすめしたいと思います。そしてそれとは別にですね、この車、おすすめの車5000シリーズですね、皆さんのコメントであったり視聴回数、そしてですねいいねボタン、この件数によってはですね、今後の私の行く末としましては、今のところスタッフの皆さんに止められてるんですけど、私 TPK が紹介するゴルフクラブ5000、ぜひこれもね紹介したい。正直これが一番自信があるんですよ。ドライバー5000、フェアウェイウッド5000、ユーティリティ5000、アイアン5000、ウェッジ5000、パター5000、これはですね自信を持ってお伝えします。どんなゴルフクラブの専門家よりも私詳しいと思っておりますので、ぜひ皆さんのお力をいただきたいと思います。はい、以上 TPK でした。